皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は、楽天証券 FXD リングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在ドル円は134円の50。今、現在の東京マーケットではレンジはそれほど広くなくて、 高値は134円の60、安値は134円の40という狭いレンジですね、えー。その真ん中のレベルで今取引されています。ユーロドルは、えー、少し下落して1.10台から下がって1.09台の前半、1.0920レベル。えーユーロ円 146円の90。そして、えー、5ドルは66の97。5ドル円は90円の09。このようなレベルで現在、東京マーケットで取引が行われています。さて、えー、ドル円はですね、少しディレクションが見えない状況なんですけれども、今週のイベント、先週の末からですね、今週にかけてのイベントをちょっと振り返ってみたいと思います。まずですね、ちょうど1週間前、東京は、 ゴールデンウィークで休みだったんですが、この時にアメリカの4月の雇用統計が発表されました。で雇用統計のデータなんですけれども、えー、これが少し、えー、ここのところですね、強かったと、雇用が増えたということと、もう1つはですねこちら右側のチャートを見て、平均労働賃金の推移なんですね。でこの労働賃金は 前年比で5.6%、これが去年から一番上昇率が高かったんですが、それからこう下がってきてはいるんですけれども、今年に入ってからはと下げ止まり傾向が見られるという結果だったんですねで。この雇用統計が意味するものは何かというと、まず雇用が増えていて、まあ、賃金がなかなか下がらないであれば、 賃金というのは最終的に物の価格に転嫁されますから、この賃金が下がらないということは、インフレは、アメリカのインフレは高止まりする可能性が高い。であれば、FRB は次回も利上げすると、6月の会合でも利上げする可能性があるということで、これがドルを支えることになりました。ところが、 今週発表された CPI、アメリカのインフレ率ですね。これはですね、これだけ見るとですね、えー、もう下がっていることはこう歴然なんですね。PPI、卸売物価指数も下がっていると。で、雇用統計を見ると、いや、賃金下がってないから、これはもう FRB は利上げ続けるしかないと。その後でこの CPI を見ると、いや、 とは言っても、実際インフレ率は下がってきてるじゃないかと。だったら6月は FRB 利上げする必要ないだろうという逆の見方が出てきたんですね。で、今、マーケットの中ではさ、6月利上げするかもしれない。いや、見送りするかもしれないということで、意見が分かれてるわけです。 そういうことで、ドル円もディレクションがですね、定まらず、雇用統計を見てドル高、円安に行ったと思ったら、この CPI を見て、その逆の円高の方に動いているという感じで、今134円で、えーまあ、どちらの方に行こうかなという状況になっているわけですね。ということでですね、チャートの方を見てみたいと思うんですけれども、ちょっと今回はですね、変わったチャートを見てみたいと思うんですけれども、これは1時間足の あとの形状これは楽天証券の i スピードので見ることができるんですけれども、このチャートの形から、まあ、パッと見てですねトレンドがどういうふうになっているかということを判断しようということなんですけれども、まず、下落トレンドにある通貨を何かというと、冷やしのチャートで下落トレンドにあるのは、まず5ドル。 そしてードドル円、アランド円、ナランこの3つが東のチャートで見たときの下落、下がっているチャートの形状をしているということですね。で特にランド円はですね、まあ、下がっているのは、これはちょっと注目の最近、ホットな新興国通貨なんですけれども、昨日一部のニュースで南アフリカ政府が、 ロシアに武器供与をしているということをアメリカ政府が批判したんですね。で、それを受けて、ランドの売りが厳しくなってきているということで、それがまあ、このチャートの形状に表れているんですね。一方、上昇しているのは、ドル円、ユーロ円、ポンド円、ユーロドル、ポンドドル、メキシコペソ、ニュージーランドドル円ということで、この青色のところなんですね。で、こうして全体で見ると面白いのは、 円まあ、ドル円が上がってる、ユーロ円が上がってるということは円安の状況なんですけれども、もう大体の通貨において円安が進んでいるんですが、5ドルだけに関して言うと、ですね同じクロス円でも下がってるということで、この5ドル円だけですねちょっと別の動きをしているということはちょっと注目なのかなというふうに思っています。 こう先ほど言いましたようにランド円下がっていると、ランド安になっているんですけれども、一方でメキシコペソ円は、堅、え、調、ー、に上昇していると。だから、同じキャリートレードをするということであっても、ランド円を選ぶか、メキシコペソ円を選ぶかで、えー、結果がだいぶ違ってくるということなんですね。これがデイチャートです。そして、このデイチャートを見ながら、次にもっと短い1時間シチャート を見てみたいと思います。これが一時間足のチャートなんですね。一時間足のチャートはもちろんデイチャートよりも短いんですけれども、そこで注目したいのは、一時間足のチャートと日足のチャートで一致する形状なのか、不一致する形状なのかということなんですね。まず一致しているのは、ゴードル円、ゴードル、エソ円、ナーランド。 とということで、1時間足と冷やしが一致しているのは何を意味しているかというと、えー、異なる時間帯で同じ方向の、えー、チャートの形状をしているということは、トレンドがそれだけ、えー、強く出ているということなんですね。こういう意味では、このナーランドとかです、ねメキシコペソ、特にメキシコペソ円というのはです、ね、一時間足も強い、日、え、足、ー、も強いということで、この上昇トレンドがし ししっかりしているということが確認できるわけです。ランド円もそうなんですね。で、同じようにゴードルもそうだと。で、一方、フィッチなのはドル円、ユーロ円、ポンド円、ユーロドル、ポンドドル、ニュージーランドドルということですね。このドル円、ユーロ円、ポンド円、ユーロドル、ポンドドル、で、えー、キウイ円がフィッチだと。このフィッチ のところの考え方なんですけれども、まあ、例えばドル円、ユーロ円、ポンド円、さっき見たときにはクロス円は冷やしては上昇していると、そういうチャートの形状だったんですけれども、1時間足だと,と下がっているということが、えー、このチャートの形状でわかるんですね。これは何を、えー、示唆しているかというと、 大きなトレンドではまだ円安トレンドが続いているけれども、この短い足で見たときには、ちょっとそのトレンドに陰りが出てきた。あるいは、このトレンドが変わるサインが出てきているということが考えられると思います。そういう意味では、このドル円とクロス円、これまでずっと円安トレンドだったんですけれども、この一時間足のチャートを見て少しこの 今までの上昇が転換するこのサインが出てきたと。つまり、このサインをです、ね、よく見ていけばです、ね、次に始まるトレンドのです、ね、最初の方をつかめる可能性があることなんですね。ですので、このクロス円、ドル円、この一時監視のチャートがこれから冷やしまで動かすような。 大きなトレンドに発展していくかどうかということは、えー、今週末から来週にかけて注目していきたいと思います。あと、ここのチャートでは、えー、紹介しきれなかったんですけれども、もう一つイベントとすると、今週末日曜日にトルコの大統領選挙があります。このの結果によって月曜朝の トルコリラ円が大きく動く可能性がありますので、ポジションを持っている方はですね、今のうちに少しトリミングしてですね、何が起きてもですね、大きな損につながらないように準備をすることが必要だと思います。はい、えー、今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週。さようなら。